皆さんこんにちは。デパ地下グルメうまいもの調査隊のなおです。毎日毎日暑い日が続きますね。暑くて食欲が落ちたという時におすすめのスイーツがあると聞いて日本の銘菓店にやってきました。早速調査したいと思います。こんにちは。暑い夏にもおすすめのスイーツがあると聞いてやってきたのですが。はい、そうなんです。私ども日本の銘菓店の売り場では亀屋吉永のプリン、こちらを販売しております。カゴに入ってとっても涼しげですね。そうなんですよ。夏だけの限定の仕様になっておりまして、この時期、ギフトにも最適な一品です。ではこちら側三宝プリンです。どうぞご試食ください。ありがとうございます。ではいただきます。口に入れるとスーッと溶けますね。そうですよね。和三盆の優しい甘みがとっても上品です。これなら暑くて食欲のない夏でも食べやすいですね。そうですよね。とても滑らかな口当たりになってまして、ラム酒が隠し味で入っています。またこちらのお濃茶プリンは京都の宇治抹茶を使用しておりまして、ほろ苦い苦さがたまらない一品に仕上がっています。の豆知識コーナー。京都発祥の亀屋吉永、和菓子にはたくさん水を使用するので良質な水が得られる京都で創業したそうですよ。亀屋吉永の和三盆お濃茶プリン、暑い夏でも上品にいただけるスイーツです。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来週。